大阪天満のしびせいさん、ちょっと仕事の打ち上げで行ってまいりました。ライオン飯店とか総龍居さんとかが有名だと思うんですけれども、このしびせいさんも隠れた名店でございます。よだれ鶏とかもね、これすごい美味しかったですね。これ見ていただいたらわかると思うんですけど、この感じでございます。柔らかくて美味しいです。でピータン好きなので、ピータンいただきまして、トマト卵炒め、これも中華料理では結構スタンダードなものなんだと思われます。で唐揚げですね、結構人数多かったのでいろいろ食べられてよかったんですが、で蒸し豚か、これゆで豚か、もう蒸し豚だったと思うんですけども、これきゅうりと一緒に食べるんですね。これこういう食べ方が、するんでしょうかね普通。でエビのエビチリソース、ちょっと小ぶりのエビでございましたが、でこのイカの炒めたのがめちゃくちゃうまかったですね。オイスターソースなんではないでしょうかね。のあんかけになってるんですけど、もうイカプリプリで柔らかくてめっちゃうまかったです。でこれ激辛麻婆豆腐なんですけど、僕辛いの全然大丈夫なんですけど、これは辛かったです。なんていうの、辛口と激辛と言ったんですけれども、辛口ですら結構みんな食べられないぐらいの勢いだったんですが、ほぼほぼ、私食べいただきました。でこの焼きそばもすごい美味しかったですね。場所は、天満の駅の、真前です。結構知る人ぞ知る名店だと思いますので、ぜひ一度。それではまた明日です。ありがとうございます。